その政治的には仕方ないことかと思うんですけど、まあ、でもちょっとかわいそうかなと思います。税金で無駄遣いされてるからもう1000円ぐらい気にしないかなって感じ。逆に人もちょっとね、東京から外に呼んでもらいたいですね。Hey guys, this is Ask Japanese. Today we are on the streets of Tokyo to ask questions to Japanese people for you. And actually, 2019, a new tax is going to come to Japan. That means every time you leave Japan, you have to pay 1,000 yen. It's called the Sayonara tax in slang. And we're going to find and ask Japanese people what they think about that. Is that a good idea or not? Let's find out and ask Japanese. And if you're new to your channel, don't forget to subscribe now for future videos. Let's go.2019年は実はですね、日本から出ちゃおうと1000円ぐらい払わなくちゃいけないんですよ。聞いたことあります？出国税ですか？あ、ちょっと聞いたことありますね、はい、それどう思いますか？海外に出てくるのは富裕層とか、まあ、ちょっと余裕がある人なんで、まあ、税収が減ってるというか、まあ、増やすためにはまあいいんじゃないかなと思います。その政治的には仕方ないことかと思うんですけど、まあ、ちょっとかわいそうかなと思います。これからその1000円かかっちゃうじゃないですか、国から出ちゃおう、どう思いますか？いや、高すぎません？結構、で外に他の外国に行けなくなっちゃう、その1000円を惜しんでというか、戻してもらいたいですよ、もう一回でこうローテーション日本に戻ってきたら返してください。何でもかんでも金を取ろうとするから、ね、日本そういうとこよくないね。金を取ろうとする。それはそのタックスになってから何にそのお金使ってもらいたいですか？ああ、それで収益したお金をってことですか？税金で無駄遣いされてるからもう1000円ぐらい気にしないかなって感じ。環境変えてほしい。そのいったその 無料 Wi-Fi とか、やっぱ今テレビより動画を見る人が多いし、やっぱ外でも動画を見るし、携帯代も高いから、やっぱりそういうなんか1000円とかそういうので集めたお金で街をより良くしてもらえると、もっとなんか外に出る人も増えるんじゃないかなって思います。まだまだなんかこう日本自体もなんか経済が潤ってる感じがしないから、もっとお金を回せるように、なんかちょっとしたお給料アップじゃないですけど、なんか個人にお金がそれぞれ回って、なんかもっと活性化してもらえたらなとは思いますね。その税金のありがたみを感じてますか？なくなったら絶対大変だと思うんで、まあ、その見えないところでも守ってもらってるなとは思いますね、はい、個人的にはあんまりないんですけど、でもちょっと最近バリアフリーとかも増えてきてるんで、まあ、そういう障害者とかそういう人には優しい国になってきてるのかなと思います。今は 8% じゃないですか。今その 8% ちゃんと、まあ、日本がそれいい感じにみんなのために使ってると思いますか？いや、思わないですね。結構そういうのをなんか上の偉い人が違うことにお金使ったりとかするじゃないですか、内緒で。なんか そういうのを見てるんで、ちょっと思わないです、うん、私もあんまいいとは思ってないですね。特にそんなに考えたことないです、それに対して。偉い人に全部言ってるんですかね、お金。ちゃんとみんなのために使ってくれてる感じですか、日本では？どうなんですかね、これから。わかんないです、ね、うん、まだこれからですね、きっと。個人的に一番何に使ってもらいたいですか？教育とかそういう分野がで使ってほしいですね。その先進国とかに比べて、日本は教育にかけてるお金が少ないってなんか聞いたことあるんで、まあ、それだと今後ちょっと良くないのかなと思うんで、もっと大学とかこう教育費をただにするとか、まあ、そういうことに使ってほしいと思います。まあ、ちょっと税金でどうなるかわからないんですけど、まあ、個人的に暮らしてて、まあ、東京とか電車がすごい混むんで、なんかちょっと工夫し、お金で工夫して、まあ、少しでも人を緩和できるようにしてもらいたいなと思います。ちょっとその込み込みを減らす、はい、そうですね。何すれば込み込み減らせるんですかね。なんだろう、まあ、電車の本数を増やしたり、まあ、地下鉄とかも積極的に入れてって、まあ、本数を増やすことが大事かなと思います、ね、朝のラッシュきついですもんね、辛い。なんか大学の費用とか4年間とか通っちゃうと400万とかそれ以上かかっちゃうから、もうちょっと安くしてほしいなって思うんで、そこに
使ってほしいです。なんかあの都会だけじゃなくてもうちょっとあの田舎にも店を増やしてもらいたいですね。何もないので山形本当に逆に人もちょっとね東京から外に呼んでもらいたいですね。そうです。若者、赤ちゃんとか最近老人とかの方にお金結構そのいい意味で使ってると思うんですけど、ちっちゃい子の方にはそんな行ってないと思うのでそっちに多く使ってます。逆に幼稚園増やしたりとか。そうですね、保育のこととかにも使ってほしいし、あんま 今まで通りに高齢者の方にも使ってほしいと思います。全部って感じ、はい、まんべんなくこういい感じに使ってほしいです。親がいない子が入る施設が多分そこに入る子がいっぱいいると思うんで、そういうところにどんどん保護のお金として送ってほしいなって思います。これで全部の質問でした。ありがとうございます。さよなら、goodbye, but before you leave, don't forget to pay me 1,000 yen. So how is the good sayonara tags gonna work? Some people are not quite sure about it. Some people say it's, well, it's a lot of money. Some people say, hey, why not if you have the money to actually travel around? Might as well. I find it's a very interesting idea. We have something similar in Germany. Every time we go to the doctors, we need to pay like 10 euros, like in a quarter of a year. I think it will be a difficult one if people who have to frequently come in and out of Japan. I will probably summer up a little bit. And also at the airport, generally we get rid of all change, or many people do get rid of their change before they go to a different country. I'm not sure how they're going to implement those 1,000 yen and how they're going to make people pay. The only thing I'd be really worried about is making the queues even longer. Because right now at immigration, the queue for when you're leaving Japan and also re-entering Japan, especially during peak seasons, is already quite long. So if they want to implement that during, for example, the cherry blossom season or like the Olympics, that will just get... I just don't know how they're going to do this. Like, I've seen even all counters in use, and usually the Japanese people have like a counter where they can just go through and they don't wait. But the counters for foreigners going into Japan and out of Japan are sometimes so packed, especially at Narita Airport. I've seen things. Oh my god, I'm getting shock syndrome just thinking about it. So I'm not sure how they're going to make people pay and also minimize the queues that could lead to people, you know, delaying their flights, missing their flights. So that's something to look out for. If you come during those times, you might have to be at the airport even early in order just to make all of that happen. There's not be assistant over yet, it's not quite sure, so we're going to find out more about that. But let us know what you think about the sayonara tags. Looking forward to seeing some comments down below or wherever the comment box is on your device. And I hope you enjoyed this. Don't forget to leave us a like. And if you're new to our channel, please subscribe so you don't miss any future videos with stuff from Japan. It seems like the general amount of Japanese people saying that the money is not getting used for the right things, which I totally agree, like... especially healthcare and similar things like that. We're like also with the amount of like kindergartens and stuff. There's lots of things that need to get fixed, and I hope they use the money to fix it, but I have the feeling they're just going to build more pretty buildings for the Olympics, which is what they're doing a lot right now. Yeah, the general amount of people seem to be thinking that the tax is not getting used in the right ways, and that seemed to be generally the main amount of Japanese people seem to be thinking that, so it's interesting to find out about that. So let us know what you think about it. Look forward to reading your comments, and as always, catch you soon on Ash Japanese. Don't forget to like, subscribe, link, and check out all the other comments. And anyways, have a lovely day, and I'll catch you soon. Bye!